はい、皆さん、こんにちは。アルペジオ楽器リペアチャンネルです、えー。店長の竹崎と申します。よろしくお願いいたします。えー、本日はですね、えー、フルートを掃除する際に、えー、掃除棒にガーゼを巻きつけてあの掃除をすると思うんですが、そのガーゼの選び方だったり、ガーゼの,あの巻きつけ方だったりっていうのをあのレクチャーしていきたいと思います。えー 本日レクチャーしていただくのは、えー、リピアマンの中澤くんという方に、えー、教えてもらうかと思うんですが、えー、彼、本日はあのー、風邪をひいておりまして、えー、本調子ではない中、えー、駆けつけていただきましたので、えー、最後まで、あのー、 動画をお楽しみください。じゃあ中澤君よろしくお願いします。はい。えっ、ー、と皆さんこんにちはアルペジオガキの中澤です。えっ、ー、とまあ今日はえっ、ー、とフルートのガーゼの巻き方ということでまあ選び方の巻き方っていうことで、えー、お話をさせていただきますが、えっ、ー、とまずあのこのマッガーゼですねあの何 を使ったらい,いんだろうかとかと、まあ、いろいろなところからいろんなガーゼとか、まあ、中掃除する布ですって言って売ってますが、えー、と一番問題なのは吸わないガーゼを延々使い続けるというのが一番問題ですのであの別に水を吸うということであればあのその辺に売ってるああド,ラドラッグストアのガーゼを使のドラッグストアの 10m いくらいくらっていうあのガーゼで構いません。山ハから出てるあのなんですかあのポリシングガーゼっていうやつをどうしても使わないかんとかそれを使うとおつまいの都道府県警から逮捕に来るというようなことはありません。基本的には。で、えーとまあ、どうしてもあの中もきれいにしたいとあの中もきれいに保っておきたいというような場合はあのヤマハから出てるインナークロスを えと併用するとより綺麗になりますので、えー、とそういう仲も綺麗いに最中ご希望の場合はあの合わせて使ってみていただけるといいと思いますインナークロスどうしても水の水がちょっとガーゼに比べると落ちるのであのガーゼ使ってからインナークロスっていうようなあの流れの方が綺麗になるかなと思いますで、えー、とまあ水吸わなくなったり茶色くなったりしたらガーゼはもう捨ててくださいまず第一番それです <laughs> あの あの水が吸わないガゼは何の役にも立ちませんので,で、えーとまあ、ガゼの巻き方ですが、まあ、これはあの普通にその辺の薬局で売ってる1 0ルいくらっていうやつですで、えーとまあ、1メートルぐらいに切ってそれを半分に折ってあの使っていただくのが一番使いやすいかなと思います、まあ、1 0ルいくらの計算なので賞、えーまあ、味10回はその一袋でいけるという計算ですのであの吸わなくなったら捨てるということを 試してくださいで、えーとまあ、半分に折っているやつのその半分に折った方ですね折った側をこの,あの掃除棒の穴へこう刺して、ねまあ、ちょっとこう出していただいてですよで、えー、とこのまずピラピラしたこの刺した方ですねをこの棒のこの頭のここのところですねを隠すようにこう折り曲げていただいてで、えーとまあ、こ余った方でえとちょっとこう1周ぐらい巻いていただくと。 で、そうするとこっちにこう、ここが棒の頭で、このピラピラしたもんが出ますので、このピラピラした方を半分に折ると。で、この半分に折ったら、あの、あとは手で、あの、ガイドしながらこう巻いていただくと、綺麗に巻いていただけるということで、そんなに、あの、ここらもギュギュを巻かなくていいです。その、ギュギュを巻くと逆にこう、水吸いませんので、あの、ちょっとふんわり、あの、巻いていただいて、あの、 全体的にこうふわっとする感じでえっ、ー、とまあフルートの内径よりもちょっとあの気持ち太いかなっていうぐらいの方があがお水はきれいに取れますのであのそれぐらいのサイズで、えー、とやっていただけるといいかなと思いますであのまあ上が必ずこうふわふわの状態になるように巻いてください、まあ、巻き方もいろんな流派がありますので別にこれを まかないと何ですかあの天罰が食わるとかそんなことはありませんのであのここがふわふわであの反射板がきれいになるっていうこととあの艦単の水がまんべんなく取れるっていうことをあの主眼においてあのガーゼをまいていただければ別にこのやり方じゃなくても全然構いませんがまあ,あの一番あのきれいに巻きやすい方法として、まあ、一つの方法としてご紹介をしたということですご理解ください はいいかがだったでしょうか、えー、と大変勉強になりましたね、えー。本日の動画は以上になります。またコメント欄とかバンバン質問いただけたらこういうふうに動画にしていきますので、えー、チャンネル登録等々、えー、よろしくお願いいたします。では、えー、と中澤君ありがとうございました。ありがとうございました。したでは皆さんさようなら。ごきげんよう。さようなら。